皆さんこんにちは、アイフラグの田中です。シリーズ企業分析、今回は企業分析のステップその2ということで、市場の動向を考えるというところをやっていきたいと思います。さて、前回は製品特性について皆さんと一緒に考えてきました。ポイントはまず情報を、すぐ取りに行くのではなくて、皆さんが知っているものをですね、知っている情報、知識をつなぎ合わせて考えてみる。もし考えることが難しい場合には、考える材料、情報を足してあげる。そうすると考えやすいですよっていうお話をしました。前回、ビール業界について考えてきたわけなんですけれども、では、ビール業界、この市場についてですね、今どうなっているのかについて、仮説を立てていきたいと思います。こちらに、私の仮説を少し紹介させていただきながら、考えていきたいと思いますが、まず、ビールの、製品特性としては、嗜好品というものがありましたね。景気変動の影響を受けやすいということがありました。では、まず、市場の動向を考える上で、国内と海外というふうな切り口で分けて考えてみましょう。国内市場においては、景気が停滞気味ですよね。よって家庭の消費も停滞。外食は減少して、若い人たちはお酒を飲まなくなってきている、なんていうことも言われています。全体的に見て、ビールを飲む人が減っている。さらにもう少しマクロ的に見ていくと、人口そのものが減ってますから、長く見ると、やはりビールを飲む人っていうのは減っていくということが想定されます。つまり、ビール市場を考えたときに、人口であったりとか、あるいは飲む人がどうなっているか、減っているのか、増えているのかということを考えていきますと、この市場が今後どういう方向に進んでいくのかが分かってきます。国内市場は非常に厳しそうだということがイメージできると思うんですけれども、海外市場についてはどうでしょうか。例えば中国、東南アジア、そういった、新興国の国々においては、今非常に経済が急速に発展してきています。それによって、人々の生活水準もぐぐぐぐっと高まってきています。つまり、これまではビールを飲まなかった人たちも飲むようになるかもしれない。あるいは、ビールがこれまで手元に届いてなかった人々にビールが届くようになるかもしれない。このように考えていきますと、海外においては、旺盛な新興国において、ビールの需要というのは、どん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 高まっていくと考えられます。このように市場の動向を考える上でポイントがいくつかあります。ポイントについてご紹介しておきましょう。まず、変化に着目するということが非常に重要になってきます。その上で、整理してですね、二つに分けたり、ついで考えるということをしていくと非常にわかりやすくなります。今回、ビール業界について考えたときには、国内はどうなのか、一方で海外はどうなのかということを考えました。あるいは国内においては伸びているのか、縮んでいるのかというふうに分けて考えました。伸びているのであればその理由は、縮んでいるのであればその理由は、つまりその変化の背景に注目して考えていくことによって、その市場が今後どうなっていくのかということが考えやすくなってきます。このようにして、市場の動向をですね、見ていきますと、次のステップにおいて、企業がどんな悩みを抱えているのか、課題を、抱えているのか、ということがイメージしやすくなります。では、この市場の動向を踏まえて、次回はですね、企業の課題について考えていきたいと思います。ありがとうございました。